はいどうも、白コリです。コンコリ、今回プレイするタイトルはバーテンダーハッスル。バーテンダーとしてキャリアを積んでいくストーリーベースのシミュレーターゲームです。リキュール、ジュース、ガーニッシュなど100種類以上の材料を使い、5つのユニークなバーでカクテル作りを楽しむことができます。バーテンダーとして働く中で個性的なお客さんと出会い交流していきます。ストーリーモードを含む3つのモードで遊ぶことができ、アーケードモードではできるだけ多くのお客さんにサービスを提供する腕試しを、サンドボックスモードでは自分のペースでドリンク作りを練習することができます。カクテル作りはもちろん、主人公がどんなバーテンダーになっていくのか物語が気になります。それでは早速プレイしていきましょう。はい、バーテンダーハッスル製品版プレイしていきます。10ヶ月ぐらい前にデモ版のプレイ動画を出していたんですけれども、やっと正式リリースされました。楽しみです。新しいストーリーモードを遊んでいきます。チャプター1、おお、チャプターごとに分かれているんですね。アミー、3週間仕事がなく家賃は月末に支払うことになっている。この仕事をしないと家賃の支払いが滞るのは確実だ。今夜はシフトに入るように言われたから早く行かないと。デモ版の時はですね、これ主人公男性だったと思うんですよね。変わったんだ。アプリとレジデンス。M で音楽プレイヤーを、R でレシピブックを開くことができます。ノートパソコンを使って様々な機能を利用することができます。また寝室のワードローブを操作することで服装を変更することができます。お着替えもできる。あ、猫ちゃんおるやん。猫ちゃん、しゃがめない、しゃがめないんだけど。猫ちゃんおりますね。忍者名前ついてる、忍者だって。へー、いいですね。黒猫さん、まだここに引っ越してきたばかりなんでしょうか。カーテンインタラクトできる。忍者、あ、しゃべる、にゃー。こんな夜に家にいられるなんてついてると思わない？撫でられはしないかも。アパレル、あ、ほんとだ、着替えられる。お金で買えるんですね。ほんとだ、いろんなお洋服がある。お金を貯めて、服装も変えたいですね。外は雨。あ、すごいいいところ住んでるじゃないですか。すごいマンションの、高層階に住んでいますよ。すごい。どんな本があるんでしょうね。まあ、題名とか書いてあるけど、よくわかりませんが。音楽プレイヤーとか言ってましたね。なんかね、選べたんですよね。ジャンルとか選べたと思うんですけど、音量どんなもんかな。とりあえずこんなもんで。で、ああ、R ボタンでレシピブック。いろんなカクテルがありますね。これらを実際に作ることができる。レシピごとに説明とか、詳しく作り方が書かれていて、結構親切ですね。あらあら、餌こぼしちゃって。これがラップトップ。うん。ラップトップ20ドル。あ、これのカスタマイズもできるんだ。ハイライトレビュー。今夜このバーに行こうとした。閉まっていた。残念だ。この街で新しい友達を作ろうと思っているんです。今夜も行ってみようと思います。これ働いてるバーのことですかね。バーテンダークイズ。このカクテルにはどのくらいのジンが必要ですか。どれだろう。 1? 違った、2だった。簡単なクイズもある。ゲームプレイスタッツ、あ、今までの成績ね。これはナイトクラブ。はい。電子レンジ、なぜかこうインタラクトできるんですよね。あ、冷蔵庫開けられるようになってる。すごい。でもスイカ丸々入ってるけど、あ、お寿司入ってますね。タッパー、これはなんだ、これ大丈夫。ニュークボックス。イタリアンパスタ。非常食ですかね。へえ、食器、オーブンもつけれるんですか。料理ができるわけじゃなさそうですけどね。あ、そう。
あ、トイレ。トイレの配置とかちょっと変わってますね。シャワーも出る。へえ。なるほど。じゃあ出勤しましょう。ドア。はい、職場に到着。レシピブック、ノラさん、これお客さん。よし、アミーだろ。それは私です。よろしくね、私はノラ。この仕事には他にも候補者がいるんだ。今夜の様子を見てから決めたいんだ。バーテンダーの経験は？経営者の方ですかね。少し勉強が必要ですが、基本的なことはできると思います。それならいい。お酒の作り方は教えますが、お客さんとの接し方も教えてほしいんです。ウイスキーはフレンドリーなサービスで知られていて、その評判を維持する必要があるんだ。ウイスキーパブって書いてあったかな。このお店の名前ですかね。わかりました、問題ありません。お客さんの面倒は私が見ます。先週から設備更新のため休業していましたが、今夜が再開の日です。居心地の良さそうなバーだ。必要なものは全て揃っているようだ。このビールの栓は新品です。他の設備はこのバーではあまり使わないかもしれないね。この店では炎を使った飲み物や高級なカクテルはあまり人気がなかった。発泡酒？ああ、今度見せてあげるよ。このバーにはシンプルな飲み物メニューがあるんだ。なるほど。私は通りの新しいバーの経営で手一杯だから、優秀なバーテンダーが必要なんだ。他にもお店を出してるんですね。私の家族はこの辺りでバーを数軒経営しているので、あなたがやり遂げれば昇進の余地は十分にありますよ。頑張らないと。なるほど、いいですね。で、何をすればいいんだ。まずは簡単なことから始めましょう。ハイボールのグラスにビールの栓からペールエールビアを入れて私に出してください。ハイボールのグラス。それなら大丈夫です、すぐにでも。ビアタップ。ビールを注ぐにはカウンターから印のついたグラスを取り出し、ビールの蛇口の下に置いてハンドルを引いてください。はい、わかりました。ちゃんとね、グラスがハイライトされてるんですよね。とても親切。ペールエールって言ってましたよね。これだな。これを、8、これど、あ、ここか。8まで入れる。あ、泡は別じゃないんですかね。そのまま泡まで注がれる。はい、どうぞ。完璧です。チップいただきましたね。ありがとうございます。素晴らしい、ありがとうございます。いつもこの時間帯になると忙しくなるんです。きっともうすぐ最初のお客さんが来るよ。でもまずはちゃんとした飲み物の作り方を覚えなきゃね。その後一人でやってくれ。明日同じ時間にここで復習だ。よし、一人で大丈夫だ。ご注文は？スクリュードライバーを作ってきてください。カクテルを作るときはレシピを参考にしながら作ってください。多少注ぎすぎても気にすることはありません。でもお客さんは間違っていると断られるかもしれませんよ。ではスクリュードライバーを。早速どうぞ。はい、成分。レシピに必要な液体材料はハイライト表示され、右クリックを使って元の位置に戻すことができます。これめっちゃ親切ですよね。ガーニッシュ、ストロー、氷はそれぞれの瓶から取り出してグラスに追加することで使用できます。了解です。スクリュードライバー作り方を見ながら、トールグラスに氷を取って入れました。で、全ての液体成分を加えるので、まずはウォッカを2。よいしょ。ちょっと入れすぎちゃったけど、だいたい OK。で、オレンジジュースはこれですね。4。スクリュードライバー懐かしいですね。飲んでた時期があります。まあ、だいたい OK。そして、オレンジホイールっていうのが、これか。これを入れて、ミディアムストロー。これだな。はい。これで OK なはず。あ、この方？え、どっち？こっち？成功しました。
許容範囲内の液量チップいただきましたね。もうこちらの方に話しかけるのかな。マーカス、こんにちは。ウイスキーパブへようこそ。これが店名なんですね。ここは私がいつも飲む場所じゃないんだ。夜が遅かったから今夜は行けそうにない。いつもの場所は5ブロック先のホテルのバーだ。この12時間を救急病棟で過ごしたばかりで、次の目的地は家なんです。帰るんですね。この場所は前に気づかなかったから調べようと思ったんだ。今夜再開したところです。病院で働いているんですか？そうです、救急病棟の医師です。なるほど。救急病棟で12時間、何か話があるんだろうな。ご注文は？レッドワインを1杯お願いします。もちろん用意しますよ、今すぐ。レッドワインはワイングラスに、まあ、注げばいいんですね。ワイン、ワインどこワインどこだ。あった、こんなところに。5、だいたい5、できればちょうどを目指したいけど。よっしゃ、ぴったり。はい、お待たせいたしました。はい、完璧です。やったね。ありがとうございます。これはすごい。どういたしまして、どういたしまして2回言ったな。注いだだけですけどね。回転する洗濯機の中に手を入れるのは良くないって知ってた？それはもちろん。私は考えたことないけど、トースターにナイフを刺すのは良くないって幼い頃に知りましたよやったの。患者は前腕の、骨を、閉鎖骨折を負いました。6週間以内に完治しますが、長期的な影響はありません。なんでそんなことしたん？洗濯がこんなに痛いとは思わなかった。私たちは壊れやすい生き物です。しかし痛みや苦しみの瞬間を通して私たちはより強くなるのです洗濯機に腕突っ込まなくてもいいと思うけど。強くなるために回転する洗濯機の中に手を入れろとでも言うのかいいえ、それはおすすめしません。人は皆失敗から学びますが、他人の失敗から学ぶ方がいいのです。子供の頃、母に熱いストーブの上に手を置いてはいけないと言われました。だからしなかったんです。子供ってね、言われてもやりがちですけどね。私も母にトースターに包丁を刺してはいけないと言われればよかったと思いますそうすればやらなかったのにね。さて、今誰かがあなたから学ぶことができます。バーテンダーさん、帰る前にもう一杯どうだ？いかがですか？もちろん、ご注文は？ケープコット？わかりました。この飲み物、知らない。とりあえず作ってこう。トールグラスに氷。結構、なんだろう、お客さんとの会話がメインっぽいですね。1.5。はい、オッケー。クランベリージュース。これだな。4.5。新しいお客さんも来てる。4.5、オッケー。で、ライムホイール。ライムホイールはこれですね。で、ミディアムストローを取り出し。はい、お待たせしました。完璧です。では、こちらのお客様に、なんて読むのかな？レイシー？こんにちは。はい、ウイスキーズへようこそ。ちょっと店名変わってるけど、いいのかな？ああ、私はバーにいる。クラブに行く途中なんだけど、双子の妹とはぐれたの。彼女を見かけた？名前はステイシー、私にそっくり。いや、今夜は見てないと思うんだ。10分前に開店したばかりよ。本当ですか？これが彼女の写真です。右側が彼女です。本当だ、似てる。でも見てないですね。うん。ん？見てません。もし立ち寄ったら探してたと伝えておくわ。このカッコの成人ってなんだろうね。よし、ここにいる間に一杯やるか。作ってくれる？ええ、作ってあげるわ。何にする？オーケー、ジントニックをお願いします。すぐできるよ。これは知ってる。
ジントニック結構好きなドリンクですね。氷を加えてジンをに加える。よっしゃ。でトニックはあこれか、缶なんですね。4、あいい音した、プシューって。444を完璧で、ライムホイールを入れてミディアムストローを加え、はいどうぞ。完璧です。あら、次のお客様こんにちは名前スベトラナさん、こんにちは、ウイスキーズへようこそ。昨夜このバーを訪ねようとしたが閉まってたんだ。あのラップトップで見たところのなんか口コミ欄みたいなところに書いてた人だ。今夜再開しました。バーテンダーは私です。ご注文は？注文はレッドビールをお願いします。かしこまりました。レッドビールを一つすぐにお持ちします。はい、トールグラスにレッドビールを8。これはもう注ぐだけですからね、頑張ろう。8、はい、これでぴったり完璧です。ありがとうございます。どういたしまして。このバーが好きなんだ。前に来てたんですかね。一杯やるには悪くない場所でしょ。気取ってないし、故郷のバーを思い出すよ。どこから来たんですか。ここから遠く離れた海外の場所です。まだ1ヶ月しか経ってないんです。なぜこの町に。家族がいないんです。私一人しかいないんです。環境を変えたくなったんです。何か物事の見方を変えられるような。それはお気の毒に。ご家族のことですか。同情は無用だそうか、失礼いたしました。ただあなたは辛い時を過ごしてきたんでしょう。突っ込みますね主人公。私が困難な時を過ごしていると。さあそうかな、そうなのか大丈夫か会話。こういう場所では人々はそう行動するものだと私は思ってきた。悪いことが起こるとは思っていない。どういう意味。私が来たところでは悪いことが起こることを予期しています。悪いことが起こるのは必然なのです。ふむ。憂鬱にならない。悪いことが起こることを常に予期している。物事がうまくいかないことを期待するのではありません。物事がうまくいかないという事実を受け入れることです。それは人生の一部なのです。前に進みましょう。なぜわざわざ自分のコントロールできないことをコントロールしようとするのか。まあね、悪いこと起こるときは起こりますからね、それをいちいち気にしてもしょうがないと。受け入れるしかないんだと。強い。言いたいことはわかるよ。それでもう仕事は見つかったの。地元のモーテルで働いてる。家政婦、請求書を支払うための何か。仕事は好き。気にしてない。仕事の後勉強しています。いつか機械技師になるんだ。へえ、夢がある。へえ、よかったね。バーテンダー、おかわりいい。もちろんです。何になさいますか。ラム&コーラ。わかりました、少々お待ちください。トールグラスに氷を加え、ラム酒をに注ぐ。ほ、ぴったりで、コーラは缶ですね。これを4注ぐ。4、ちょっと OK。 で、これもライムなんですね。ライムホイールとミディアムストローを入れて、おお、びっくりしたわ、目の前にびっくりしたわ。はい、完璧な液量です。はあ、え、なになになに、な、な、な、え、あ、なんか丸×ゲーム始まったんだけど。丸×、勝てなかった。
ドロー。一体何なん、急に勝負仕掛けてくるじゃん。はい、2時間の上腕二頭筋ブラストを終えたところだ。プロテインシェイクを作ってくれバーテンダーそれバーに来て頼むものかな。ようこそウイスキーへ。申し訳ありませんが、当店はプロテインシェイクを扱っておりません。バーなんです。言い過ぎたかな、フラッシュナイトクラブに行くんだ。プロテインシェイクをくれ早くなんでだよ、ないって言ってるじゃん。言ったでしょ、プロテインシェイクは出せません。近くのドラッグストアに行けば、喜んでカクテルを作るよ。プロテインが欲しいんだ、今すぐ何かを無理やり押し通すことがあるでしょ、ドアを本当に強く押して開けるとか。そうだ、だからなんだバーテンダー、この牛肉でどんなドアも開けられるんだ牛肉、この筋肉のことを言ってるんですかね。そんな理屈は通用しないぞ、他のにしませんか。プロテインシェイクじゃないけど気に入ると思いますよ。あの、もう勝手に出すんだ。ステイソーバー、どういうものだ。アップルジュース、クランベリージュース、ジンジャーエール、なんか割と甘そうなものですね。 1.5 完璧。クランベリージュースも 1.5 気に入ってくれますかね。ジンジャービール 3.0 3.… あ、ちょっと入れすぎちゃった。オレンジホイールを入れて、ミディアムストロー。かなりフルーティーなやつですけど、お好きでしょうかね。はーい。あ、もう会話終わっちゃった。あ、これ妹さんだっけ。こんにちは、バーテンダーさん。こんにちは。そして、ウイスキーズへようこそ。何になさいますか。ハニーブル。かしこまりました。え、突っ込まないんですね。妹さんだっけ、お姉さんだか、どっちか忘れちゃったけど。ストールグラスに氷を入れて、テキーラゴールドを、に、注ぐ。ぴったり。で、オレンジジュースを、4。ぬ。もうちょっとだけ。もうちょっと。はい、これでレモンツイスト、これはホイール、ツイストはこっちで、チェリー、ラズベリー、チェリー、これね。で、ミディアムストロー、可愛らしい飲み物。え、誤った添え物、本当にチップもらえませんでしたね。あれ、会話できない。これじゃダメってこと、もう一回ちゃんと作らなきゃいけないんだ。あれ、氷入れてたよね。テキーラゴールドを、に、作り直しになっちゃった。で、オレンジジュース。添え物が違うって言ってたけど、あ、これオレンジツイストだったのか。レモンツイストと、チェリー、ミディアムストローが。そうか、オレンジとレモンを間違えてた。はい、これで注文ちゃんとできました。いいね。これは本当にいい。好きな飲み物なんですね。ありがとうございます。ところで、ひょっとして双子の妹がいる？ええ、レイシーです。なぜ？さっき彼女を接客したんです。彼女はあなたを探していました。ああ、それはいいんだ。彼女はちょっと自由人だから。彼女を探しに行かないの？もし彼女がバーやダンスフロアやフラッシュナイトクラブの中2階ラウンジにいないなら心配だわ。私たちはよく出かけるけど、普段は一緒にいることが多くないの。別行動してるんですね。妹さんとは仲がいいんですか？ええ、私たちは姉妹です。そして親友です。でも私たちって、ちょっと違うんだよね。どんな風に？彼女はエネルギーが強くて、私はもっとリラックスしてる。人生の空白を埋めてくれる人がいるのはいいことね。ああ、そうだね。なるほどね。そろそろ行くよ。
会えてよかった。君の名前は？アミー。お目にかかれて光栄です。私はいつも姉と一緒にクラブにいるんだけど、もしよかったら今度一緒にどう？ナンパされた。クラブに行ったら必ず挨拶するよ。行く前にもう一杯いいかしら？そうだね、何がいいですか？ケープコット、はい、作ります。これさっきも作ったかな。よいしょ。氷を加えて、クラブに行くこともできるんでしょうかね。だとしたら楽しみだけど、お洋服を買わないとこの格好で行くわけにはさすがにね。 4.5、 はい、完璧。ライムホイールを加えて、ミディアムストロー。へい、お待ち。やったね、ナイス。そしてまた新たなお客さん、結構来てくれますね。この店に入った時のあなたの態度を計算したところ、あなたはミキサー初心者に属するクラスだと思います。計算されてたのか。こんにちは、ウイスキーズへようこそガン無視してるけど、君の技能に対する私の評価が誤りであることを証明する機会を提供しよう。急にちょっと上から来るな。まあいいやご注文は？私が高度なロボット工学の論文を書いていた時の昔のお気に入りのを作ってくれ。なんだって？なんとかサンライズ、テキーラサンライズか。はいはいはい、それはね、聞いたことありますね。はい、トールグラスに氷を加えて、テキーラブランコ、これですか、これを2。はい、2、完璧。で、オレンジジュースを3。慎重に。あ、ちょっとオーバー。で、グレナデン、シロップかな？ 1。ちょっと入れすぎた。そして、チェリーと、オレンジホイール。これ間違えないようにしないとですね。ミディアムストローを加えてどうぞ。はい。あなたが使っている氷は冷たすぎます。氷冷たすぎるとかあるの？このようなミスの意味するところは、なんとか神経痛につながる可能性がある。それは人間であるための障害だ。そうですね。そしてその障害を改善するには、もっとお酒を飲めばいいかもしれませんね。面白い。冷凍庫をディープラーニングの人工知能を搭載したものにアップグレードすることをお勧めします。上司に聞いてみます。他にご注文は？シーブリーズを用意してくれ。あなたの命令は私の命令です。シーブリーズを一つすぐに用意します。はい、癖が強いお客さんですけど、まあお酒頼んでくれるからいっかっていうところですね。はい、ウォッカを2。はい、完璧。クランベリージュースを3加えていく。ほい、完璧。で、グレープフルーツジュースを1。はい、完璧。ライムホイールを入れて、ミディアムストローですね。はい、どうぞ。完璧です。お、シフト完了しました。1日目結構がっつりできましたね。カクテル12個提供して1回失敗しちゃいましたね。オレンジとレモンを間違えた。賃金、チップ、生活費、ここから引かれるんだ。1日の生活費結構高い。総収入 28.5 ドル。はあ、銀行ってなんだろう、預金ってこと。完璧なサービスボーナス、一つも失敗せず完璧な分量で提供できればボーナスが入るんでしょうかね。ストーリーモード、これからも楽しみですね。うん、なかなか楽しかったわ。バーテンダーは得意よ。少し寝た方が良さそう。明日の夜からまた頑張ろう。お客さんのさばき方、なかなかアミーさん良かったですね厄介なお客さんでも動じない強い精神を持っている。
猫ちゃんお元気？にゃーん。ねえ、今夜はそこでご飯を食べようと思っていたのよ。こうやってね、わざわざテーブルとか椅子の上とかでね、ちょっと邪魔してくる感じが非常に猫っぽいですね。まだもうずっとこぼしてある。ラップトップに何か変化は？あ、これ来てくれたお客さんですね。いつものバーではないのですが、雨をしのぐために帰りに一杯やろうと思って立ち寄りました。あまり期待していなかったのですが、バーテンダーは親切で、お酒も素晴らしかったです。こういうレビューめちゃくちゃ嬉しいですね。やったね。で、ここに成績が表示されると。なるほど。このカクテルの名前は何ですか？ハイボール、ジンリッキー、マティーニスイート。え、なんだろう。ジンリッキー、正解。やったね。なんかボーナス受け取りましたね。あ、クイズの正解1位追加されてる。これってどこでセーブされてるんですかね。寝た方がいいのかな。あ、一旦ベッド、これでいいのかな。なんで水中みたいな。あ、これでセーブされるっぽいですね。ベッドで寝ることによって。うん。はい、起きました。ということで、今回はここで区切りたいと思います。はい、これから主人公がね、どんなバーテンダーキャリアを築いていくのか、お客さんとの交流も楽しみですね。カクテル作りはレシピが表示されて、必要な素材とかグラスがね、ハイライトされるので、割と簡単めですね。結構会話、アドベンチャーパートがメインなのかなって思いました。キャンペーンではね。はい、ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画やライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。